北海道新幹線の延伸を控える北海道最大のターミナル駅、札幌市の中心にあります札幌駅で、一つの駅ビルが姿を消そうとしています。こちらは札幌駅南口、大丸、ステラプレイス、JR タワーと並び、ひときわ目立つ白い建物があります。こちらが札幌エスタです。札幌駅の駅ビルを構成する建物の一つです。他の建物とは雰囲気が全く異なっているように見えます。それもそのはず、札幌エスタは1978年に札幌総合という百貨店を核テナントとして、他の駅ビルよりも先駆けてオープンしています。先ほど言った3つの建物は2003年にオープンしています。そんな札幌エスタは今年8月31日をもって閉店する予定です。建物が老朽化していることに加え、北海道新幹線の札幌延伸により再開発が行われ、この場所に大きな駅ビルが建つ予定になっています。正式な閉店日時が決まって以降、地下1階のエスタの入り口にはメッセージボードとカウントダウンボード、エスタの歩みを紹介するメモリアルボードなどが設置されました。メッセージを書いて貼り付けることのできるスペースは当初1箇所だけでしたが、別れを惜しむメッセージが殺到したことによりスペースが増やされました。現在は特設ウェブサイトでの募集が引き続き行われているようです。それだけ多くの人に愛された札幌エスタ、私もその一人で、幼少期から今までにかけてたくさんお世話になりました。部活動の後輩とスイーツを食べたり、10階のレストランで家族と食事をしたり、9階のナムコでアイドルマスターのアーケードゲーム機のロケテストに参加したり、幼少期にビッグカメラでおもちゃを買ってもらった思い出もあります。5階のユニクロや6階のロフトにも大変お世話になりました。本当に思い出がいっぱいです。メッセージボードもエスタの文字を覆い尽くすほどにたくさんありました。エスタ閉店の話題を出すと、北海道新幹線のためにエスタを閉店する必要はないのではないか、エスタを閉店するくらいだったら新幹線はいらないといったコメントも見られます。確かに新幹線の再開発によって閉店という風な流れになりましたが、エスタは建物の老朽化を迎えており、いずれにしろ建て替えは必要なことでした。新幹線の開業による再開発はまさにいいタイミングだったというわけです。では少しだけ中の様子を見ていきましょう。こちらは地下1階、エスタ大食品街です。お弁当やお惣菜、また奥には食事やスイーツが楽しめるフードコートもあります。このエスタの中を通るこちらの通路は、地下鉄東方線と JR 札幌駅を行き来するための通路としても使われており、私もそうですが、かなり多く利用したことがある人がいるのではないでしょうか。この間のスペースはこの上にあるバスターミナルの待合室としても使われていました。こちらの国民薬局はもうすでに新しい商品の入荷を止めており、このようにもぬけの殻となっている棚が多くありました。たとえ他の場所にも店舗があるチェーン店だったとしても、エスタがなくなってしまうこの惜しい気持ちは同じです。このようにメッセージボードも各場所で貼り出されています。地下階から1階に移動します。壁のロゴのお店、このほとんどがエスタから去り、他の場所へと移転することが決まっています。1階は先ほども言った通りバスターミナルがあるほか、ビッグカメラの店舗があります。ビッグカメラは同じエスタ内に入っているナムコ、ユニクロ、GU とともに札幌駅直結の向かい側にあります東急百貨店への移転が決まっています。エスタが閉店し、その翌日からすぐに東急百貨店での営業が始まることから、現在ビッグカメラの中では商品の移動作業、移転作業が行われており、このようにガラガラです。もともとこちらにはカメラのコーナーがあったのですが、ほとんど商品は並んでいません。他の階も同様です。一部スペースにはバリケードが張られ、店舗スペースがかなり縮小しています。店員さんの数も心なしか少ないように感じますね。6階はロフトがそのスペースのほとんどを占めています。商品が極端に少なくなっているという感じはしませんが、自前のカウントダウンボードを設置したほか、閉店セールも行われています。ロフトに関しては今年7月にたぬき工事に誕生したもゆく札幌の3階に移転することが決まっています。ソニーストアの横ですね。11階はプラニスホールという多目的ホール、そして空のガーデンという
屋上庭園があります。実は私、空のガーデンに一度も行ったことがありませんでした。今回閉店になるということで、最後の最後に初めて訪れることになりました。外に出ますと、このようにウッドデッキ状にいくつか座るスペースがありまして、かなりのんびりできそうですね。本日はあいにくの曇りですが、晴れているときはとても気持ちよさそうですね。ここに今まで来なかったことをちょっと後悔しています。このように高くそびえる JR タワー、そして緑が広がる空間、とても落ち着きます。空のガーデンの案内書きには、本格的な屋上庭園はこれ以外に前例がなくと書かれていました。確かに北海道ではあまり屋上庭園って見かけませんよね。最近少しずつ増えてきた印象です。そしてこの案内図の中に気になるものがありまして、この枕木ステップというもの。枕木というと鉄道のレールの下に敷いている木材のことなんですけども、もしかしたらもともとレールで使われていたものかもしれません。そして8月31日、ついにエスタは45年の歴史に幕を下ろしました。建物解体後に建設をされる予定の新しい新幹線の駅を含む大きな駅ビルに未来を託して、そのシャッターを下ろしました。すでに新幹線の駅舎とセットになった新しい駅ビルの建設が決まっているこの場所、今後札幌駅がどのように進化していくのか、一部メディアからは計画全体の規模縮小も噂されておりますが、今後も札幌駅周辺の明るい未来を信じて、当チャンネルでは今後も取り上げてまいりますので、よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。トールポータルからお知らせです。この度、トールのあらゆるコンテンツのリンクを集めたポータルサイトを開設しました。動画に関するお知らせなども掲示していく予定です。動画概要欄のリンクからぜひお越しください。